はい、君たちはどう生きるのかを、見てきました、いわゆるというか、まあ、ジブリ宮崎駿の作品なんですけど、まあザ・シュールというような感じで、もちろん絵はジブリでらっしゃったし、まあすごい絵もやっぱ景色とか綺麗だし、まあ多分基本的になんかこう夢の世界みたいな、まあ地獄と天国っていう表現だったけど、まあ、夢のような感じの世界みたいな感じに行く感じなんですけど、まあ、景色がすごい綺麗で、うん、細部が囲まれてるし、ジブリの絵が好きだっていう人は見たらいいんじゃないでしょうか。僕はちょっとこう一瞬の寝落ちはありました。はい。まあ、でもまああの最後はやっぱちゃんとまとまってたし、まあ主人公が素直に自分の嘘というか。を認めるシーンがクライマックスにあって、まあ人間ってこうやっぱ愚かしいし、まあ素直になれないしっていう、まあその次親と本当元の親みたいなのも出てくるんですけど、まあ、そっちなんか、まあ、ちょっとあんまりなんか明確になんか説明がなかったんですけど、多分姉妹なんだと思うんですけど、なんかまあそういう。なんか愛情表現がこう明確じゃない部分があるというか、まあまああえてそういう風にしてるんだと思うんですけど、まあなかなかそうだから、要はなかなか人間って素直になれないし愚かしいし、それでもまさにそれでもどう生きるのかみたいな、そういうようなお話でした。まあ、でもまあ別にね、こんな難しくしなくてよくねみたいな、そういうのは思いますよね。はい、もっと分かりやすくていいんじゃねえのみたいな、もっとみんなね、このね映画館って1000いくら払って見るわけじゃないですか、2000円くらい払って見るわけじゃないですか、もっともうもっともっともっとバカでいいんじゃねえのみたいな、でもまあバカすぎるとまあ結局ね、アメリカの映画みたいになっちゃうから、まあ、難しいところではあるんですけど、うん、ちょっともうちょっと、うん、分かりやすくてもいいんじゃないかなとは思いました。そんなところでしょうか。ありがとうございました。